皆さんこんにちは。東京戦略社長大学の西村健二です。ナンバーワン経営の西村健二です。ここでよくこの動画を見てる方は耳に残ってるんじゃないかと言いますが、経営はお客様作りというふうに言っています。そして当然ですよね、お客様がいなければ経営は成り立たないということになるわけです。そしてここで多くの人たち、特に大手とかサラリーマン上がりの経営者の方で忘れていることがあります。それはお客様を作るには手間とお金がかかるということなんです。で、特に大きな会社やサラリーマンをしているとお客さんがいるということはもう大前提なんです。お客様を作らないといけないということ自体が頭の中に入っていないことがあるわけですよね。で、そんなこと言ってますが、実は私自身も独立した時、起業した時にそのことが理解できていませんでした。だから、なんでこんないいアイデアがあるのに、こんないい商品があるのに売れないのかなということを思っていたことがあります。それは別の言い方をすると、お客様作りができていないということなんですね。そして、厄介なことっていうか、当然のことなんですが、そのお客様を作るためには、手間やお金がかかるわけです。で、ちなみに皆さんの会社はお客様を一人作るのにどれぐらい費用がかかっているんでしょうか。それで今このお客様作りには手間とお金がかかると言っていますが、これをうまく表している言葉、一つ表現しているものが反応率、もしくはコンバージョンレートというものです。反応率っていうのはお客様に見つけていただいて、それから成果につながるか、どれぐらい成果につながっているかということを表す一つの数値です。まあ、大きいものはチラシを出してお客様が店舗、お店にどれぐらい来てくださるか、それを測るものが反応率と言われています。で、現在反応率ってどうでしょうか。かっては反応率というと1000ミスと言っていました。1000件、まあ、出したら、1000件チラシを出したら3件あればいいんじゃないかということでした。しかしこれが今が1万分の3とか5万分の3っていうふうになってるんですね。で、そうするとチラシをですね、5万枚出して3件しかですね契約がないとなると、これ非常に手間がかかると、こんなことやって無駄じゃないかという方いらっしゃるか分かりません。で、その1万件に3件や5万件に3件の反応率がいい悪いはどうこうは別にしまして、それぐらい実はお客様を見つけるっていうのは手間やお金がかかるというものなんです。だからまずその考え方自体を持っていないと、お客様が来ていたらいいんですが、来なくなった時に非常に苦労することになります。だからこのお客様を作るためにも手間やお金がかかるということを忘れないでいただけたらと、そうなります。またはそれを別の表現では、コストオブパフォーマンスっていうんですか、COP とかって言いますよね。実際の成果につながるためにはお金がどれがかかるかということです。で、昔は例えばお客様を作るのに、まあ、1万円で買ってくれる商品を作るためには、1000円ぐらいかけたら来るんじゃないかというふうに言われていました。しかし今は1万円のお客様を作るために1万円かけるというそのような例も上がってきています。で、これは1万円のお客様を作るのに1万円かけるっていうのはこれ意味がないんじゃないかということを考える方いらっしゃいますが、実はお客様には LTV というのがあります。これはライフタイムバリューですね。このお客様は生涯、当社の商品をお客様がどれぐらい買ってくださるかというものです。で、1回あたり1万円の商品でも、例えば1年間に3回それを10年間買ってくださるとなると360万かけることの10年間10万ですから、
360万ということになるわけですね。だから当然360万のお客様を獲得するわけですから、1件あたりの取引が1万円のものを使ってもね、1万円かけても周りが合うわけです。ただしここで何が言いたいかっていうと、やはりお客様を作るためにはこれ手間やお金がかかるということは忘れないでいただけたらと思います。これ本当にですね、理屈でわかるんだけど実際に忘れてしまう非常に大切なポイントとなってきますので、ぜひ忘れないでいただけたらと、そんなふうに思います。そしてこのお客様をいかに作るか、その仕組みを考えることが経営の大切な営業戦略というものになってきます。お客様作りの仕組みを作るということです。そしてこれも素晴らしいのは、ドラッガーさんが言ってるように、まあ、ドラッガーさんはマーケティングの目的は、お客様に売り込まなくても使ってもらえる、そのような、ことをしていくことがマーケティングの目的だって言ってますよね。でそのような仕組みをいかに作るか、これが、営業戦略であり、そしてそのためにはお客様を作るためにはお金や手間がかかるということをね、ここで覚えておいていただけたらと思います。以上です。東京戦略社長大学西村健二でした。